シュターデ、シュターデ、ステイド、定置ドイツ語では、ストットは、ドイツ連邦共和国ニーダーザク先州のシュターデ軍の軍庁所在地である。ハンブルクの西約 45km のアルテスラント辺縁部で、守備向け側に面して位置しており、ハンブルク大都市圏に含まれる。エルベ川南西岸までは、約 4km の距離にある。シュターデは、 シュビンゲ川沿いのアルティスラントとケーリンゲンとの間、エルベから遠くない場所に位置している。土壌は主にエルプマルシェンと呼ばれる平原湿地で一部にもともとの湿原が残されている。この都市はシュターダーゲストと呼ばれるゲスト、氷河国に砂が堆積してできた地形の後にある。年間降水量は778ミ、mm、リメートルでドイツの平均降水量と ほぼ同レベルである。最も乾燥している月は2月、湿潤な月は7月である7月の降水量は2月の、それの2倍を超える。月によって、降水量は大きく変動する。下では、元来の都市部のほか、ビュッツフレート、アベンフレート、ビュッツフレーターモは、ゲッツドルフを含む、ハードドルフ、ハーゲン、シュタインベックを含む、ビーペンカーテンの4つの地区からなる。 これらの地区はそれぞれ固有の自治会を組織している。歴史的な中心は、守備ンゲ側の中洲にある堀を巡らせた防衛施設であった。19世紀末、防衛施設が緑地に作り替えられると、町は街道沿いに拡大していった。例えば、北に軽減川島アスフォアシュタット、南に方園島アスフォアシュタット、西にシッファ島アスフォアシュタットが建設され、 1960年代には、アルトレンダー街区が東に作られた。アルトレンダー街は、2007年にドイツで最も監視カメラが多い地区として、連邦全土で知られるようになった。南のカンペ、クラインツン、クロースツン、バルゲ、ラインスフェルデ、南西のハーレ、ハードドルフ、西のホーエンベーデルといった地区は、かつては農村だった地区で、下での拡大によって取り込まれたものである。 クラインツンとホーエンとアスフォアシュタットとの間にあるリュッケはコーペンカンプの入植地とつながっている。これらはそれぞれ異なったタイプの活気ある住宅地となっている。オッテンベック区は1990年代以末に旧本ゲーベンヘイシャートに作られた地区である。距離はいずれも直線距離である。下では北ドイツで最も古い都市の一つである。 紀元前千年頃にはすでにシュターデ付近に最初の入植地がやってきた。その後、六百五十年頃に現在の旧市街から南西四キロメートルの位置に港を持ち防衛施設を備えた最初の集落が作られた。この砦はしばしばスウェーデントリデと誤って呼ばれるが、実際には中世初期に建設された北ドイツで最も古い城郭施設であった。この城は、 理由は分かっていないが、800年頃に放棄され、エルベ氷河国に突き出した、交通の便の良いゲスト大地に移された。これが、現在の町の方がとなったのである。13世紀になるまで下では、クックスハーフェンとハールブルクとの間で、唯一の天然港であり、戦力上重要なエルベ川の都市置地点であった。交易品は、ユトラント半島の奥前ベクから、 シュレスビヒーコールホルシュタインを経由して、伊勢方からエルベ川対岸のシュターデに運ばれ、ここからパーダーボルン及びハノーファーへの都の攻撃路が伸びていた。九百九十四年にこの集落はバイキングによって略奪された。この際に、シュターデは、ステスとして、初めて文献に記録されている、ティートマールフォン・メルゼブルクの、アナール、クローニカエストリー・イービ作戦 S に、ステスに、 バイキングが来襲したと書かれている。千年頃に天然の港湾地区に現在のアルテハーフェン、旧港が建設された。当時この都市はわずか5つの地区からなっていた。1区が現在のプファーデ広場前のセーゲオルク修道院がある修道院地区。2区が現在のヘイカー通り沿いの商人地区であった。3区はブレーメン司教のセービルハーデ司教,教教会がある。 市教地区であった。現在の旧市街北部が四区の漁師地区、最後がハルゼフェルト博の城西地区であった。それぞれの地区には固有の教会があった。聖下ヨルク教会、修道院地区、聖コスマエートダミアーニ教会、商人地区、聖ビルハーディ教会、市教地区、聖ニコライ教会、漁師地区、聖パンクラティ教会、城西地区であった。当時、シュターデには、 白と司教の二つの勢力があった。下で白が断絶した後、下ではハインリッヒ志向の所領となった。権力闘争の末、1180年にはこの町の貴族はブレーメン大司教とベルフェン家との間ではっきりしない状態となった。皇帝オットー四世は1209年に開始権や兵役免除の権利とともに都市権を下でに与えた。 この都市圏は1259年にブレーメンがこれを確認している。シュターデはハンザ同盟の創設直後からこのメンバーに参加していた。1279年に資産次会はシュターダー・シュタットゥー・テン、シュターデの規則と呼ばれる制度を制定した。1361年からシュターデは同盟締結の権利を得た。これにより法的にはともかく事実上、 帝国自由都市と同等の地位になった。聖ゲオルク修道院の修道士によってもたらされた宗教改革によってこの町はプロテスタント化された。早くも1522年にはヨハン・ホルマンがルター派の説教を初めて行っている。シュターデの最盛期は30年戦争までであった。1628年にティリーハクがシュターデを占領したが、その直後に スウェーデンがこの町を獲得した。デンマークが一時的に占領した後、1634年に、スウェーデンがブレーメン大使協領と共にこの町を最終的に確保し、ベストファーレン条約で、その領有が公式に認められた。1659年5月26日の大火で、都市の2、3が消失した。その後外は、旧来通りに再建された。スコー戦争では、 1675年から76年にかけてのスウェーデンのブレーメンイコールフェルデン出兵の際に、1676年4月初めから8月13日まで、スウェーデンの総督の首都として新生ローマ帝国諸侯お及びマークの兵に包囲、占領され、1679年まで、その管理下に置かれた。1679年のサンジェルマン条約で、シュターでは、再び、 スウェーデン領に戻された。スウェーデンの支配は1712年に終わった。その後、一時的にデンマーク領となった後、1715年からハノーファー選定公領の一部となった。1978年行政管区再編まで、シュターではプロイセンの行政機能を担当したシュターで大干渉を引き継いだ、ニーダーザクセンの行政管区本部の所在地であった。また、 軍事都市としてもスウェーデン時代を動きをなした。1912年から1922年に、ミッテルラント運河の北端である、ブラームシェに至る運河を掘削する計画が立てられた。この運河は、アヒム近郊でベーザー川を横断し、シュターデ付近でエルベ川に合流する計画であった。この計画ははじめ、ブラームシェイコールシュターデ運河、後に、ハンザ運河と呼ばれた。 しかしこの計画は実現されることなく、1950年代に廃案になった。1970年代に大企業が拠点を構えるまで地域行政と軍隊がシュターでの行政、軍事都市としての性格を決定づけていた。1930年代に作られた、シュターでイコールはガーテンブルク軍事基地や1966年に、フンゲーベン兵舎と名付けられた、 軍事施設がこれに関与していたが、1994年に廃止された。その後、跡地に企業が進出し、新たにオッテンベック区が創設されるなど、旧連邦軍用地の理想的な転換が行われた。下では修士、半座都市であり、その称号を非公式に使い続けていた。2005年から、ニーダーザク先週内務省に公式な認可を得る努力が払われた。 最初の要望は拒否されたが、2年間の係争の後2008年12月に、シュターでは公式に、ハンザ都市の故障刑を獲得した。シュターでは、ハンザ都市と名乗ることを許された、リューネブルクに次ぐニーダーザク選手州で2番目の都市となった。提案を改めて評価すると、中略シュターでの海洋都市としての一貫した性格は、証明されており、中略そのハンザ加盟都市しての歴史は、 現在においても十分に喧嘩するに値する。とした2008年11月26日付のニーダーザク先週内務大臣ウーベ・シューネマンの文書がシュターデ市長アンドレアス・リークホーフを送られた。ハンザ都市のタイトル交付記念式典はシュターデの都市圏、獲得800年祭の一環として2009年4月29日にニーダーザク先週首相クリスティアン・ブルフリン席で 挙行された。下ュターの審議会は41議席からなる。ジルビアニーバー、SPD は2011年9月11日の市長選挙で初当選し、市長に就任した。下ュターの紋章は青字に垂直で歯が右向き、向かって左向きに置かれた銀の鍵、ブレーメン大司教にちなんだペトロの鍵である。左右を金の縦紙、金の翼、 赤く突き出した舌を持つグリフィンが支えている。グリフィンは、spqs, t, サネタスパプルスキステイデンシスラテン語で、舌での審議会と市民の、と書かれた、横断幕の上に載っている。紋章の縦部分は13世紀の貨幣に見られる。19世紀になって、両側のグリフィンと横断幕が追加された。1984年6月23日に、 締結されたシュターデとスウェーデン南部の都市カールスハムンとの姉妹都市協定はシュターデの現行の姉妹都市協定中最初のものである。シュターデでは1970年からすでに不定期ではあったがスウェーデン週間が開催されていた。1987年7月16日にはイスラエルの都市ギバットシュムエルと姉妹都市となった。この都市は1942年に ルーマニアからの移住者らが建設したテルアビブ近郊の都市で定期的に若者の交換留学を行っている。ポーランド北東部に位置し、ロシアのカリーニングラード州との国境にも近いゴアナプは1983年3月24日にカールスハムン及びギバットシュムエルと姉妹都市となった。シュターデとの間でも定期的に交換留学がなされ、 さらに作業グループの交換がなされている。この他に、アメリカ合衆国コロラド州のレイクウッドとも親しい友好関係にあるが、公式な姉妹都市協定には至っていない。絵に描いたような木組建築が立ち並ぶ、旧市街の全域が見どころであるが、1659年の大会より以前から残っている建物は、ほんのわずかである。 三十年戦争終結の十一年後に起きた、この火事は、市内の建物の二、三を焼いた。いわゆる旧市庁舎はこの大火の後、百六十七年に建設されたのである。市街内の二つの教会は、芸術史、文化史の上で重要なものである。聖コスマイエとダミアニ教会、多くの場合、単にコスマイ教会と呼ばれるには、貴重なフス。 シュニットガーオルガンが設置されている。聖ウィルハーディ教会には、エラスムス・ウィールフェルトのオルガンがある。ハンザ港はこのハンザ都市経済の心臓であった。ここには1977年から博物館として用いられている、スウェーデン倉庫がある。ハンザ港沿いに、スウェーデン倉庫へ伸びる、車両通行制限されたアム・アッサー・ベスト通りには、ルネサンス様式のファサードを持つ市長。 ヒンツェ邸がある。このほか、プロイセンの将軍アウグストカールフォンゲーベンが生まれたゲーベンハウスもある。下でこの、かつて1661年建造の塩用クレーンがあった場所に、リューネブルクのクレーンをモデルに木造クレーンが復元された。昔のクレーンは1898年に解体されていた。ハンザの旧量所も1970年代半ばに、 取り壊されることになっていた。当時の首都局は、半座湖を埋め立てて、公園施設を作る計画を立てていたのである。この建物は1753年に、それまでの建物と建て替えられたもので、19世紀には税関として利用されていた。結局この建物の取り壊しは中止された。現在は改装され、店舗兼住居として用いられている。プフェルデマルクと、 馬市場に面した旧武器庫は、スウェーデン時代の1697年から1699年に旧聖制オルク教会、12世紀創設の土地に武器庫として建設されたものである。1980年代になるまで映画館、コンサートホール、あるいは劇場として利用されていた。ブレーメン大司教ゴットフリートフォン・アルンスベルクは1363年に、 下でで亡くなった。彼は、西洋ルク協会に埋葬された。彼の墓は、現在武器庫の地下ボール都内にある。下でウムは1989年に完成した会議、採地施設で、コンサートや演劇上演にも用いられている。下でウムには飲食店もある。ベストハウシェビーゼにある、この建物のせいで、旧市街に近い近郊保養地が台無しだとの批判があり。 議論の的である。すぐ隣には4つ星ホテルが作られている。大型駐車場は、シュテデウムの利用者だけでなく、旧市街地を訪れた人も利用している。下で近くを2つの高圧送電線、エルベクロイツング1とエルベクロイツング2が、エルベ川を横断している。市港には、保護文化財に指定されている1927年製の港湾クレーンがある。 バマック・ウメグイ、ベルリン製のこの電動クレーンはもともとは移動可能なものであった。このクレーンは2007年春から2008年6月にかけて市の技術博物館で修復がなされた。シュターデ旧市街には歴史的建造物の他にも多くの見どころがあり芸術作品巡りも楽しめる。シュターデには現在も4つの古い兄弟版がある。そのうち3つは 中世後期に成立したもので、最も新しいものは16世紀に創設されている。4つのグループはいずれも共通の商売グループで、成員とその家族の社会福祉を目的としている。彼らのその他の活動は、恥じる貧民の保護支援、困窮した人々の救済であった。最も古い兄弟団は1414 14年設立のシュターデ・セイ・パンクラティ兄弟団である。 これに1439年の下で聖アントニー、兄弟団、1482年のバラ十字神の救い兄弟団を加えた3つの兄弟団は、共同の宗教行事を行うグループとして、設立された。聖母のミサで貧困者救済の寄付金を集めたのである。宗教改革後、聖母のミサやバラ十字の祈りは廃止された。 宗教改革後の唯一の兄弟団である商人と、船乗りの兄弟団は1556年に水府と穀物商人の組合として設立された。会員は主に海運業者で、17世紀に寄付金集めてトルコの捕虜となった船員を見受けす活動を行った。現在も主に下での商人や自由業者がこれに加盟している。 兄弟団の活動は18世紀に停滞するが、19世紀後半に、再び流星となり、それぞれ200人近くの会員を要するまでになった。ナチス時代の言論統制を切り抜け、現在に至るまで様々な方法で、社会福祉や文化活動の奨励といった活動を行っている。下での住民の60%以上が、プロテスタントルター派の生、コスマイコールニコライ教会、 ヨハニス教会、マルクス教会、セービルハーディ教会に属している。シュターデはプロテスタントルター派のハノーファー地方教会、シュターデ管区の本部所在地である。この管区は、ブレーマーハーフェン教区、ブレーマーフェルデイコールツイフェン教区、ブクスティフーデ教区、クックスハーフェン教区、シュターデ教区、フェルデン教区、ベーザーミュンデ北教区、ベーザーミュンデ南教区で構成される。 カトリック組織には二つの教会がある。精霊教会と西洋ゼフ教会である。カトリックの主祭区はヒルデスハイム司教区に属し、従ってハンブルク北教会管区の一部である。シュターデには多くの自由教会がある。独立福音派、ルター教会、ドイツ福音派、ルター連盟のバプテスト教会、自由福音派教会、セブンスデーアドベンチスト教会、 新首都派教会、末日聖徒、イエス・キリスト教会、モルモン教やエホバの承人などである。この他に、イスラム教、アフマディーヤ教団のモスクや仏教徒のグループがある。シュターデには3500社以上の企業があり、そこで2万3000人以上が働いている。エルベ川沿いのシュターデイコールビュッツフレート、産業地区では、ダウドイチュランと、アルミニウムオクシート下手 GMBH といった、 企業やシュターで原子力発電所、現在は解体中で2300人以上が働いている。南産業地域ではエアバスシュターで工場で2000人以上が働いている。シュターで市は、シュターで軍と共同で、エルベ病院シュターでイコールブクステフーで GMBH を2001年に設立した。これにより、旧シュターで私立病院と旧軍立ブクステ風で病院は、 この病院に組織上統合された。総病床数は836で、このうち266床がブックステフーで、570床がシュターデにある。この病院は、ハンブルク南部周辺の多くの病院が加盟している、エルベイコールハイデ病院名の一員である。シュターデ原子力発電所、KKS は1972年に稼働を開始した。1984年からは、 ドイツの原子力発電所としては初めて隣接する製塩所へ予熱の供給を行った。製塩所は2003年6月に閉鎖された。これは原子力発電所の動向と関連してのことであったらしい。2003年11月14日、この原子力発電所は経済的理由から停止された。停止前の電力出力は630メガワットであった。 この原子力発電所は解体中で、この工事は2015年末に完了する予定である。下で近郊には、かつて石油火力発電のシリング発電所もあった。現在は、ビュッツフレート地区のエルベ川沿いに、石炭火力発電所を建設しようとする EON の計画がある。GDXS 社、原ジ g 社は、騒音基準違反や、 その他様々な環境評価に基づき2010年に石炭火力発電所建設計画を中止し撤回した。市内には一般教養ギムナジウムがアテナウムとビンセント・リューベックギムナジウムの2校あり、食能教育のための専門ギムナジウムが4校。専門分野は情報工学、化成学、社会教育学、経済学ある。カンパー閉営実科学校及び、 公園ベーデル実家学校の2つの実家学校のほか、多くの基礎家庭学校や本家庭学校がある。さらには、特殊学校やバルドルフ学園、市民大学もある。職業教育は3つの学校で行われている。BBSI、ヨーベルマンシューレ、経営、工学、教育分野の専門教育。BBSE、商業学習施設、商業の専門教育。 bbs.e. 農業、園芸、火星学の専門教育である。シュターデにあるカールディークハウスを会場とする全教職員教育訓練セミナーは全国的に有名である。2006年からシュターデには私立ゲッティン原専門大学、シュターデ校がある。ここにはヨーロッパで初めて複合材料専攻の学士、修士コースが設けられた。ターは 連邦道 B73 号線、B74 号線及びアウトバーン A26 号線で広域道路網と結ばれている。A26 号線は2008年10月21日に開通したのだが、当時はわずか 15km 先のホルネブルクまでであった。海浜アウトバーン A20 号線及び A22 号線の拡張が計画されており、これにより、 工業都市シュターデへのさらなる大企業誘致が進み、また、市内を通り抜ける車両の交通量減少に伴って、死亡通事故が減少することが期待されている。2006年11月30日までの軍内の交通事故による死亡者数は34人で、これにより、シュターデ軍はドイツで最も死亡事故の多い地域となった。シュターデは、鉄道ハンブルク、 ハールブルク・ブクステフーデックスハーフェン線沿いに一致している。この路線にはメトロノーム鉄道会社が月曜日から土曜日に1時間ごとに列車を運行している。この列車はドイツ鉄道でレギオナルエクスプレスに相当するものでディーゼル車による2階建て車両で運行されている配色は青から黄色。下でハンブルク間のレギオナルバーンは2007年から ハンブルク S バーンの S3 路線として運行している。この列車は特殊な2システム車両で、下で、ハンブルクイコールノイグラーベン間は、河川からの交流、ノイグラーベンからは、サイドレールからの直流で走行している。この路線のハンブルク側は、ピンレベル区まで通じている。S バーンは、日中は1時間ごと、通勤時間帯は20分ごとに運行している。下でノイグラーベン間は、 混み合うことや遅刻、さらには、週末の夜には、ハンブルクへの足がなくなるといったことで、しばしば批判の対象となっている。下でブレーマーハーフェン線のヘーゼドルフまでの区間では、90年代以降旅客鉄道の定期、運行はなされていない。現在は60年代に作られた、観光用のレールバスが、モアエクスプレスシして、週末にブレーメンまで運行しているだけである。 フライブルク、エルベ経由で、イツベルデン、ケイハースドルフに至るメーターゲージのケーディンガー、クライス鉄道は1936年に廃止された。バスは主にクラフト交通会社、GMBH、KVG によって運営されている。市内の路線網は、月曜日から金曜日まで7路線で、駅、または、プフェルデ・マルクトから放射状に伸びている。 運行間隔は15分から60分である。夕方には環状路線が運行される。日曜日は2つの路線だけが運行している。シュターデのオッテンベック区に小さな飛行場がある。これはグライダーとそれを栄光するための小型機用飛行場である。最寄りの国際空港はハンブルクにある。シュターデのビュッツフレート区にシュターデ海洋港がある。この港は 北海から60海里離れている。全長270メートル、喫水14メートルまでの船がこの港に来航できる。干満の差は3.1メートルである。この港では主にアルミニウム製品や化学製品の積み下ろしがなされている。両者は港のそれぞれの不団で取り扱われる。2009年現在、ニーダーザクセンポーツ GMBH&COKG によって、 シュターデ海洋港拡充の第一期工事がなされている。最終的には広大なコンテナスペース、バラモノの受け入れスペースができる予定である。シュターデ市はフィッシュマルクト沿いの旧ハンザ港を魅力的な観光地として育成している。市港は1880年から特に夏季の半年間についてはレジャーボートの停泊用に供されることとなった。シュターで市及びシュターで軍では 日刊誌として、シュターダーターゲブラッドが発刊されている。この新聞はシュターデ及びブックステフーデで、地方面及びスポーツ面を編集している。広報誌としては、シュターダーボーヒエンブラッドが市場に供されている。ハルゼフェルトに本社を置く、インターネット配信業者 www.stade-tv.de は2006年からウェブサイトに、シュターデ及び シュターで軍のスポーツ、レジャー、経済について掲載している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。